お待ただいまより株式会社マネーフォワード2024年11月期第3四半期ウェブ決算説明会を開催いたします本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございます本説明会は質疑応答を含め60分を予定しておりますはじめに 当社の出席者をご紹介いたします代表取締役社長 CEO、辻洋介。取締役グループ執行役員 CFO、兼 CSO、金坂直也以上、2名でございます。次に資料についてご案内申し上げます。本日、当社ホームページにて、 決算短信、決算説明資料、ビジネスオーバービュー、決算補足資料を開示しております。本説明会は主に、決算説明資料に沿ってプレゼンテーションを進めてまいります。会社、事業説明に関しましては、時間の都合上、本説明会では割愛しますので、先ほどご案内いたしましたビジネスオーバービューなどをご参照ください。 後ほど配信動画においてもご覧いただけますが、ご自身で資料をご覧になりたい方は、当社ホームページよりアクセスください。続きまして、本日の決算説明会の進行についてご案内申し上げます。まず、代表取締役社長 CEO の辻、並びに取締役グループ執行役員 CFO 兼 CSO の金坂より、 ご挨拶並びに2024年11月期第三四半期決算について30分程度でご説明いたしますその後質疑応答の時間を設けておりますご質問につきましては Zoom の Q&A 機能を用いて受けたまわりますご質問が終わりの方は Zoom 画面上の Q&A タブよりご所属とお名前を明記の上 ご質問ください回答時にご質問者様のお名前を読み上げさせていただきますのでご了承いただける方のみご質問くださいまた、お時間の関係上ご質問はお一人3問までとさせていただきます時間内に回答しきれなかったご質問につきましては説明会終了後に個別に回答させていただきます あらかじめご了承くださいますようお願いいたします終了は17時頃を予定しておりますそれでは代表取締役社長 CEO 辻陽介よりご説明申し上げますお願いいたしますマネーフォワードのついてでございます本日もお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます えっと先ほど冒頭にご説明させていただきました通り投資家の皆様からの声を踏まえてえっとさっき、えー、昨年の通期決算よりですね決算資料とビジネスオーバービューあのファイナンシャルリザルト今あの,あのご覧いただいている資料とビジネスオーバービューの2つの資料に分けております。ああののごとと財務数値であるとか最新情報は 決算資料、ファイナンシャルリザルトをご覧いただきまして、えー、事業について詳しくあのお知りになりたい方、えー、という方は、えー、ぜひオーバービ,ュービジネスオーバービューをご覧いただければ幸いです。また、あの今回も主要な財務数値や KPI を Excel ファイルでも、併せて弊社ホームページで開示しておりますので、えー、投資家アナリストの皆様はぜひご活用いただければと思います。それでは、えっと、入りたいと思います。前、えー、社業績のハイライトでございます。 ええー、はい、えっと、まあ、通期見通しの達成に向けて、あの、売上 E. B. とともに順調な。あの、進捗に、なっているかなというふうに思います。四半期の E. B. T. A. 黒字も計測しております。ええー、三の連結売上高は、ええー、前年同期比のプラス三十一パーセントの。九十八点一億円という形ですで。今四半期ちょっと売上が、あの。前後退より、あの、下がってるんですけども、まあ。ベンチャーキャピタル事業である。あの、開くファンドの売却収入が、あの。 今,今,今クオーターはなかったため、ですね全四半期で減少しているという形になっておりますので、SARS の,のところはしっかり伸びているというところでございます。SARS の ARR は前年同期比プラス32%の279.6億円、これはあのグループ上位のないオーガニックな成長というところで、えー、オーガニックなステーブルな成長が続いているというところです。産休のイビッタが4.1億円、売上総利益が65.3億円。 またあの、ホームドメインにおきまして、三井住友カード様と、えー、個人向け領域における合弁あの会社を設立ということを、7月にあの発表させていただきましたけれども、その後、あの順,中順調にいろいろな協議が、えー、進んでおりまして、マネーフォワード・ミーに、えー、SMC グループ様のオリーブと、えー、ブインポイントを組み合わせて、えー、よりパーソナライズされた便利な金融サービスを作ろうという形で、えー、目的で進んでおります。 ここちら9月の26日に最終契約をを無事ささせせたたとをご報告させていただきますまたあのビジネスドメインに関しましても、えっと、法人向けの主要 KPI である法人顧客の順増が、えっと、1万651社ということで、えー、中継の人造は ARR もプラス7.4億円ということで、えー、戻ってきておりまして、えっと、法人顧客順増は最高ということで、えー、主要 KPI の成長が加速しているというふうに言えるかなというふうに思います。 それではあの詳細については CFO 兼 CSO の神坂よりご説明させていただきます。金坂さんお願い坂、はいはいえー、では、えー、金坂でございますあの。皆様お忙しい中、ご参加いただきましてありがとうございます。えー、私の方からですね業績数値関連のご説明をさせていただければというふうに思っております。えー、先ほど、辻からもございましたあ通り、この クォータータですね非常にあのビジネスバックオフィスーズのところは、えー、KPI 非常に良い数字を示しております。 えー、SMB の純増数は過去最高、えー、中堅なところもしっかり伸びてきているというようなところで,で、ちょっとこのグラフからはです、ね、読み取りづらい部分もあるので、これ以降のスライドも使って、あのこのあたり、丁寧にご説明していければというふうに思っております。えー、会計上の四半期の売上高といってしましては、98億円ということで、えー、先ほど辻が申し上げた前クオーターのです、ね、一過性のファンドの売上を除くと、このクオーターも増収を継続しているという形になっております。 こちらがですね、えっと先ほど一つ前のスライドの一番下のですね、ビジネスドメインの売上を分解したものになっております。上から白抜きのトランザクションフローの売上、それから 一番、えー、我々の、まあ、特に根幹の部分である法人のストック売上げ、それから、えー、個人事業主のストック売上げというところですけれども、えー、個人事業主のところはですね、あの昨年、えー、末の価格改定の効果を得て、えー、今41%の YOY の成長率という状況になっております。で、こちらの法人のところがですね、えー、37%ということで、まあ、この 四半期で50億円規模のですね売上高になりつつもお非常に高い成長率を維持できているかなというふうに思っております、えー、さらにですね、えー、先週木曜日に発表させていただいたんですけれども、えー、こちらのですね法人の 中でまあ、特に SMB のところに効果が出てくるですね価格改定について発表もさせていただいております。こちらについてもまた後ろの方のスライドでご説明できればというふうに思っております。はいで前社のわれ、ね、我々 SARSARR と呼んでおりますストックの売り上げの成長率というところになります。先ほど 見ていただいたただビジネスの法人のところが引き続き35%ということで全体を牽引しております。とととしてても32という数字となっております、えー、一つ、ですねちょっとあの苦戦しているところがこの上から2つ目の X、マネーファード X ですね、金融機関様との味方のシリーズという、まあ、サブスクリプションのサービスの売上高、ここがですねちょっと前半期と横ばいというところになってしまっております。 こちらはですね昨今の金利上昇の環境下の中でですねなかなか地方銀行様との共同販売というところで想定通りにいっていない部分なんかもありますので、まあ、ここちょっとしっかり戦略も含めて手こ入れしてまた成長率を回復させていきたいというふうに考えております。はい 先ほどご覧いただきました35%というビジネスドメイン、まあ、法人のところですね、こちらの成長率をブレイクダウンしておりますのが、こちらの数字となっております。SMB のところが YOY25% 成長、中堅のところが51%成長というふうになっております。こちらについてはまた、これをさらにです、ね、分解した ユーザー数とアーパーという観点で、後ほど詳しくご説明させていただきます。はいえー、ビジネスドメイン、えー、全体のハイライトとしては、えー、こちらのような形になっております。あの全体感としては非常に堅調かなというふうに思っておりまして、えー、課金顧客の獲得も過去最高というところで、解約率についても、えー、非常に良い水準を維持できているかなというふうに見ております。失礼しましまたはい でこちらはですね法人と個人事業主合算の数字というふうになっております。えー、左側のグラフの下の濃い青い部分ですね、こちら個人事業主のユーザー数推移ということで、まあ、こちら非常に季節性が大きいので、ですね、えー、4級と1級にユーザーさんが大きく増えます。あの従いまして、足元は横ばいですが、また4級から増えてくるかなというふうに見ております。 で法人の方はです、ねえー、と引き続き順調に毎四半期、毎四半期ユーザーさんを積み上げておりましてこの四半期も1万以上のユーザーさんが増加したというような形になっております。ではそちらを中堅と SMB に分けて見ていただきたいなというふうに思っております。はい、こちらが、ね、SMB 向けの ARR こちらの顧客数とアーパーの分解というところになっております。 まず左のですね顧客数というところで申し上げますと、この四半期もですね1万社以上の1万75社の順増ということで、これも過去最大というようなところになっております。なので、非常にあの堅調かなというふうに思っております。で一方ででちょっととをですねご覧いただくと ややそのちょっとクォーターによってですね伸び方の凸凹があるというのがあの見て取れるかなというふうに思います。でこちら、ですね以前もちょっとご説明した部分もあるんですけれどもストリームドというですね我々の保有しているサービスの中で大体この ARR でいうと15から20%ぐらいを占める。 えーまあ、商標の電子化のサービスがあるんですけれども、そちらのです、ねえー、重量課金部分の変動、まあ、具体的に言うと、えー、1級が一番強くて、2級がその次へ強くて、まあ、3級がちょっと落ちてくるというようなところのです、ね、季節性の影響がこちらの ARR に出ております。ですので、えー、そちらを除くとです、ねえー、アーパーも前のクオーターと、まあ、あのほぼフラットですし、ARR の伸び方も、えー、毎四半期着実に、まあ、4から5億ぐらいの水準で順序を続けていると。 いうような状況でございますので、まあ、我々としては、あの、全く問題ない状況かなというふうに思っております。 なのでですね4級になるとまたアーパーもー戻ってくるまあ6万8千円とか6万9千円とかまあそういった水準になってくるかなというふうに思っておりますし先ほどお話しした価格書いてですねこちらの効果が将来的には出てきますのでまあそこの効果がしっかり出てくるとですねずっとこの6万円から7万円ぐらいの水準でアーパー推移してましたけれどもまあ8万円というような水準にまで持っていけるんじゃないかなというふうに考えております。 はいえー、続きまして、えーと、中堅のですね、えー、ところの内訳をお示ししております。えー、こちらはですね非常にこの四半期、順調に、えー、成長しております。 特にです、ねまあ、財務会計領域のプロダクト、あとは HR 領域のプロダクト、まあ、このあたり非常に好調に推移しております。結果として、えー、顧客順増数も前のクォーターから576社のお客様が増加しておりまして、えー、ア r p ですね、えー、平均のまあ価格もです、ね、このクォーターで94万9千円から97万円ということで、また2万円ほど、えーまあ、増加させることができております。 あとはですねあのちょっと2.7で横ばいになっていてえ若干ご心配をおかけしていたこの平均課金プロダクト数のところですけれどもまあちょっとこれも2.66とか2.74とかまあこういったものが全部2.7に見えてしまうということもあってえなだらかな改善がなかなかちょっと見えてこなかった部分はあるんですけれどもまあ今回2.8というところになってきましたのであのクロステルの施策のところも順調に推しているというふうにご理解いただければ幸いです。 はいえー、ここからですねマージンのところに進んでいきたいなというふうに思っております。ちょっと今回、のフォーマット変えておりまして、えー、と一番左が財務会計ベースの売上総利益と売上総利益率、それから真ん中のところがですねあのいつも出している売上総利益率の、まあ、いろんな一過性のものを調整した利益率ですねで、それと全体の売上を掛け合わせた調整後の売上総利益。 で一番右のところは、これはいつものせておりますけれども、SARS、えー、事業のグロスマージンレートというところになります。えー、このクォーターはです、ねえー、財務会計ベース、それから調整後の数値、いずれもです、ね、あ粗利率、若干改善しておりまして、えー、順調に推移しているというふうに捉えております。はいえー、続きまして、えー、EBITDA の推移というところで、えー、市販機の推移を示させていただいております。 え今年はです、ね、1級、2級いずれもちょっとあの一過性のファンドの売却益の影響なんかもありましたので、まあ、ずっとそれをお見せして、えー、お出ししておりました。で前のクォーターはあのそれを調整すると1億6700万円というところでしたけれども、まあ、このクォーターはあー特にそういった売却もありませんでしたので、まあ、調整もないということで、まあ、1億6700万円から4億1200万円ということで、えーまあ、やや改善したというような形になってきております。まあ、経営としてはあの年のですねマイナス 10ぐらいというような状況から、えーまあ、去年は20%近く改善して、まあ今年は10から15%改善ということで、まあ、着実に改善を続けておりますので、まあ、しっかりとこの改善のトレンドを将来に向けて継続していきたいというふうに考えております。はい 14ページにつきましては、先ほどの EBITDA の分解になっております。このクォーターはです、ね、広告宣伝費の比率、やや抑えておりまして、われわれもともとガイダンスで15から17%というふうに出しておりますけれども、そのガイダンスでいうところの加減ぐらいの15%というような水準でございました。はい結果として全体の e b t d エマージンもです、ね、ほぼ前のクォーターと変わらない水準というふうになっております。はい 続きましては、従業員数の推移というところになります。 我々の場合は、ですねこのやはり良いプロダクトをしっかりと開発して、ユーザー様にお届けするというところで、当然、生産性の改善みたいなことは、もう引き続きいろんな打ち手を打ってやってるんですけれども、まあ、その中でもやはり優秀なエンジニアの方々の採用というのは継続しております。この四半期では100名ほどですね、97名ということで、人員増加いたしました。ただ、引き続き、ですね人員が増えた分、外注費を削減していくというようなことはやっておりますし、この人員採用のペースも今後はスローダウンしていき ますので、まあその中でしっかりと全社のマージンを改善するということを継続していきたいと思っております。はい、えー、こちらですね、いつも入れております従業員一人当たりの年間売上高と ARR のお数字になっております。えー、右側の ARR のところはですね、えー、まあ横ばい、まあやや 微改善ぐらいの水準になっております左側のところはファンドの売却収入の影響が前のクォーターなんかありましたのでそこに比べるとちょっと下がっておりますが、まあ、こちらも2022年をそこにしてですね継続してどちらも改善していきたいというふうに考えておりますはいこちらの8月末のバランスシートのスナップショットになっております えー、三井住友カード様とのです、ね、ホーム事業での合弁会社化というところについては、これはあの11月、12月にかけて、クロージングが行われておりますので、行われていきますので、まだこの時点では未判映というような形になっております。まあ、従いまして、あのここからですね、えーまあ、我々のお、まあ、株の売却、価値相当、それから、まあ、あ新会社への注入される増資資金といったところで、まあ、あの若干税金の流出は10から15億円程度あると思うんですけれども、 それを差し引いてもですね175億円から180億円といった水準のですね現預金がここに加わってくるというようなことを想定しております。はい 最後ですすねキャッシュの残高分析とというところになります先ほど申し上げたように、まあ、ここに今後、ですね、えー、SMCG 様と合弁会社化の影響が大きく乗っかってきますけれども、このクォーターですと、ですね e、まあ、ビッターがしっかり改善したというところに加えて、ソフトウェアの資産継承額はですね開発投資が増えた影響を受けて増加、で契約負債の増減、これ、いわゆる前受け金の増加の金額ですけれども、こちらですね季節性で、まあ、昨年の第三四半期も同じ。 1>, 1億円程度の増加だったんですけれども、えー、ここに記載したようなですね要因で、えー、さほどここは大きくなかったというところですただまあこちらもですね3級、えー、がボトムになりますので、えー、しっかり今後改善していくというところで、まあ、引き続き、えー、まイ、あ、ン e ターの改善マージンの改善、まあ、事業者キャッシュフローの改善というところで、えー、まあ、トップラインの成長と合わせてしっかりやっていきたいなというふうに考えておりますはい、少し長くなってしまいましたが私から以上です はい、続きましてビジネスハイライト注力分野について私の方からご説明させていただきます、えー、3点ですね、えっと、トピックに分けてお話しさせていただきます1点目が法人向け2点目が SARS×FINTEC の戦略の進捗3つ目がホームドメインの提携についてでございます、えー、法人顧客の順増数については先ほど金坂もあの申し上げたとおり、えーまあ、継続的に成長しておりまして、まあ、あの大規模な事業事務所様経由に 経由の顧客獲得の継続であるとか、えー、とウェブチャンネルでの取り組み等によって過去最高の純増1万651社ということになっております。えあの特にですねあの今回ちょっとご事例出たさせていただいているのが味方税理士法人様なんですけども、まあ、もうお付き合い10年近くなるあの事務所様ですけども、まあ、全国に20箇所、えー、展開するあの大規模税理士法人様でありまして。 これまで当社のサービスを1000社以上あのお使いいただいているという形でございます。非常にあの先進的かつアグレッシブなあのユーザーフォーカスな税理士法人様でございまして、まああのえー、顧客の DX 支援であるとか会計だけではなくてですね、えー、債務支払いであるとか経費請求書あ等々のです、ね、サービスすべてをあの使って 使うことに使うのをこう進めていただいて DX 支援をしていただくことによって顧問先の,あの業務スピードを加速的に改善,改善されてまして生産性を向上されているというところをされていらっしゃる事務所様でございます。よいしょ 続きまして、えっと国内最大級の修業業界イベントの事業サミットの開催があの決定いたしましたので、えっと、ご紹介させていただきます。先ほどあのご紹介させていただきました味方税理商事の柴田先生をはじめですね、レイリー・ 法人の前の先生であるとかサッカーの日本代表の元監督でいらっしゃる岡田,岡田さん今今治の夢スポーツやられてるあのとても有名な方でございますけれども基調講演という形で、えー、盛りだくさんであのお,お送りしようと思っております。事、ま、業、あ、事務所様向けの,あの機能開発のロードマップであるとか今後の方針などもお話しさせていただきますので、まあ、AI についてもですねセッションさせていただきますのでもしあのご参加を希望されるあの株主様であるとかアナリスト様がいらっしゃいましたら オンライン参加であれば受付可能ですので、当社のアイアルチームまでお問い合わせいただけましたら幸いです。え続きまして、えー、先ほどマネあの金坂からもご紹介さありました、えー、マネーフォードクラウドの SMB 向けプランの、えー、アップデートの実施予定についてでございます。 まあ、あの昨今の,あの法令体制であるとか新機能の開発物価上昇等々の,あの開発費の上昇なども踏まえまして今後も継続してより良いプロダクトを提供するためにですね SMB 向けに提供させていただきますマネーオードクラウドのプラン内容をアップデートさせていただいたというのが内容になります。でまず一つ、ですねもともと2つのプランだったのが、えー、と3つに今回なっております。えー 新プランといたしまして、1人法人というプランを、えー、新設いたしました。これはもう起業時からですね、1人であのプラ、えー、法人をやられている方からもうすぐに使っていただけるようなあの形になっておりまして、まあ、あの業界最安値で提供させていただくという形でございます。でさらにですね、えっとまあ、スモールビジネス、ビジネスプランのご利用料金をご覧いただいているようにあの改定させていただいているという形でございます。 弊社の特徴といたしましてはですねあの、ま、マネーフォワードクラウドシリーズで、えー、経理財務から人事労務、あと電子契約などワンプライスで罰弧指数を包括的にこう管理できるように、まあ、ここまでのプロダクトラインナップはあの珍しいんじゃないかなと思うんですが、国内随じゃないかなと思うんですが、す、え、べ、ー、て使っていただいて、このお値段という形になっております。で今回さらにですね、あの従業員情報をです、ね、一元管理できるような、えー、マネーフォワードクラウド人事管理というものも今回、 このマネーーフォドクラウドシリーズにあの追加いたしましてユーザーさんに使っていただくという形を予定しております。えこちら、あのー、繁忙期等の,あのこともございますので、えっと、今告知させていただきまして準備等をさせていただき資料、えー、のお客様も顧問先様にご説明いただくということもありますので2025年の6月,6月1日よりあの実施予定という形で考えております。 続きましてあの、継続的な機能アップデートでございます。こちら、あのえーま、引き続きコツコツとあのたくさんご要望いただいているところを、えー、させていただいているんですけども、ちょっとあのその一例を何個かご紹介させていただければと思います。1、まあ、つ目が今あの話題の生成 AI ですね、生成 AI をも用いた新機能ということで、もうこれをです、ね、あの使っていただくと、 あの社長さんとかが経理の方に質問するような内容をもうプロンプトで書いておくとです,、ね、すぐにあの自動で出てくるというようなあの非常に便利なあの機能でございます。またあの外部サービスの連携税務の,のところですね税務申告は当社ご提供していないですけれども達人さんとの、えー、連携非常に素晴らしいあのしかも安価なあの達人さんサービスなんですが、えー、API 連携を開始してより便利に使っていただくということを。えーと 進めておりますまたあの所得税の定額減税に関する機能を追加したりです、ねえー、残高資産表のこれ結構あの地味なんですが、ニーズがすごくあった補助科目の表示、非表示が可能にであるとか、あのオンラインファクタリングを使用した場合の調達可能な目安金額を表示ということで、こういった機能改善であるとか、新しいサービスも追加させていただいているという形でございます。まあ、こういったあの引き あの地道なあの改善を現在続,続けておりますけれども、まあ、ご覧の、あのー、セグメントですねあの中,堅中堅企業のバックオフィスのところでございますけれども債権会計経費債務え人事労務でサービス管理カード決済契約ということで、まあ、あの国内であの最もプロダクトラインナップ広いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、こういった形でバックオフィス業務をモーラー させていただいているという形が当社の強みかなというふうに思っておりますので、引き続きそれぞれのプロダクトでナンバーワンのクオリティを目指していきたいというふうに思っております。でこちらもあの繰り返しになりますけれども、まあ、我々の戦略、プロダクト戦略の特徴といたしましては、まあ自由度と拡張性、あの全部入れなくても一つずつ、えー、必要なものから入れていくという形、ユーザーフォーカスなあの形でできますので、まあ徐々に一製品から使っていただいて。えー あの気に入っていただければ効率化できたりしていただければいろんなサービスが導入いただけるということを今進めているところでございます。こういったあの取り組みの成果もありまして従業員あの300名以上の規模の会社様にもです、ね、順調に非常に拡大しているというのが、まあ、今回ちょっとお知らせさせていただきたいなというふうに思っておりましてあの全体の,あの占めるニュー MRR 新しいです、ね、あのお客様の MRR における 300名以上の企業が占める割合については、えっと、42.4%ということでかなりあの大きくなってきております。どうしてもあの大きな会社さん向けだとプロダクトの機能が当然要求されるものが非常に多いので機能開発があの大変なんですけどもだいぶその機能開発が加速してきたということと、まあ、ナレッジが蓄積してきたのかなというふうに思っております。またあの支援体制も合わせて大事だと思いますので、まあ、このあたりもまだまだあの 今後も改善していかないといけないんですけれども、徐々に、えー、よくなってきているのかなというふうに、結果に出てきているのかなというふうに思っております。続きましてですね、あの、マネォードクラウド会計プラスにおける中堅企業向けの機能のところですけれどもあの、昨今から、えー、あのお話しさせていただいておりました文法マスターの共通化がリリースされております。これはあの非常にあのクラウド会計プラスと、 えー、クラウド個別原価の、えー、とマスターを共通化することができましてあの非常にあの手前味噌ではございますがあのお喜びの声をいただいておりましてあの非常に評判があのいい形になっております。これ引き続きマスターの部門末の共通化というのは複数プロダクトをまたがぐとこですのでしっかり進めていって成果を上げていきたいと思っております。 またですねこれはちょっとあのまだ経路が変わって大手総合商社様ですけども、まあ、こういった丸紅、えー、様のグループ会社様ですけども、まあ、こういった大手の総合商社のグループ会社にも DX 推進でこう入って使っていただいいいててたた使っていただくことができてきていると、まあ、セキュリティの要件であるとか内部統制であるとかあの親会社の方から求められる基準が非常に高いんですけれどもあのそこまでプロダクトが徐々によくなってきているのかなというふうに思っております。 以上が、えっ、ー、と、プロダクト、s a ス s のプロダクトの、えっ、ー、と、お話でございました。えー、続きまして、えっ、ー、と、s a か s × f i n t e c の戦略の、えー、ところの、ここで、ファイナンスサービスの、えっ、ー、と、組織再編を発表させていただいてますので、少し簡単にご説明させていただいております。えっ、ー、とですね、マネーフォワード決済株式会社と株式会社マネーフォワードがもともと、こう、それぞれありまして、で今回は、えっ、ー、と、右のようにですね、ちょっと分かりにくいんですけども、 アーリーペイメントであるとか掛け払い、請求書カード払い、マネーフォワードペイフォービジネスというものを我々のマネーフォワードの今、えー、逆層に、えー、リーチしていくために、えー、セールスマーケティングはマネーフォワードの方に寄せましょうと。で、プロダクトの企画であるとか開発保守であるとか予震の審査、サポート、督促回収といったところは、えー、とマネーフォワード決済が受け持つという形で。えー サースかけるフィンテックをさらに加速させるためにこういった組織再権を発表させていただきましたこれ後ほどもあのちょっとご説明させていただきますけれども売上の形状のドメインが変更になりますので今回あのご説明させていただいております であのこれ、SARS×FINTEC でどんな、あのー、ソリューションが提供できているのかというのをちょっと一例でご紹介させていただければと思うんですけれども、まあ、クラウド請求書プラスと V1 クラウドあの消し込みのサービスを使っていただいている、えー、省エビーズ様という1979年創業の会社様でいらっしゃいますけれども、そのサービスに加えて、このデータをもとにですね、えー、マネーフォワードかけ払いサービスと。 あのまあサービスかけ払い導入後ですねその請求書発行業務であるとか入金確認とか不要になってあの業務効率化実現しているというところなんですけどもこういったサービスも実現させていただいているというところでもうバックオイスまるっと改善していくというのを我々実現して徐々にしております。 す,すみません行ったり来たりであの恐縮なんですけどもあのファイナンスサービスの先ほどの,あの組織再編を踏まえてですね、えっと、売上形状のドメインを少し変更させていただくことになりましたで、えっと、変更の部分はですねもともと事業用のカード決済はえビジネスに入っていたのでドメインに入っていたので変更ないんですが、えー、マネ請求業務代行のマネーフォワードかけ払いと請求プラスで資金ニーズキャッシュフロー改善のところの、えっと、売上 売りかけ金早期資金化と請求書カード払い、アーリーペイメント資金プラス請求書カード払いについては、今後、ビジネスドメインに計上するという形にさせていただければと思います。であの請求業務代5はストック的にこう溜まっていくので、ストック売上げで、あとはもうトランザクションフロー売上げにするという形で計上させていただければと思うので、これを行うことによって、ファイナンスドメインはあのベンチャーキャピタル事業であるヒラックファンドだけの計上になるのかなというふうに思っております。 続きまして、えっと、個人向けのところでございます。先ほど、あの金坂からもご説明ありましたけれども、三井住友カード様との、えーえー、合弁会社が無事、えーえー、最終契約を締結させていただきました。で、えっと、マネーファワード51%、SMCC 様49%という形で合弁会社を作らせていただきまして、えー、合計で190億円。 のえー、キャッシュインが12月、えー、頭に入ってくるという形を予定しております。ちょっと税金引くとあの若干先ほどあったように、えー、180億円とかになると思いますが、えー、形になろうかと思います。これがやりたいことというのはですね、えー、と,とにかく取引のスキームについてはこういった形にあのなっております。であの 体験いてユーザー体験を大きく向上したいというのが非常に大きくありまして、まあ、マネーフォワード・ミーでユーザーさんの課題,課題を見つけたりすることができるようになったんですけれどもそこから解決というソリューションを提供していきたいというところを、えっと、オリーブ様のサービスをエンベディとすることによって提供していく課題を解決していくということを現状考えております。 これはあの徐々にあのリリースできるような形で、社内も今、随時あの議論しながら進めることができておりますので、またえ実際にサービスをあの提供させていただくことができれば、報告させていただければと思います。 え以上でございますかあの全体的にあのビジネスホームのところは順調にいってますが、えー、と X、あのお話しさせていただいて、マネほど X のところが一干苦戦をしておりまして、えー、とターゲットに向けてあの厳しい状況かなというふうに思っています、まあ前。前者としてはターゲットはあのしっかりやっていきたいと思うんですが<う> X、スマートキャンプも。ああのまあ 向けて頑張ってるというところなのでちょっとセグメントごとにあのいいセグメントであったりちょっと頑張らないといけないセグメントがあるんですけれども SARS、まあのところはしっかり伸びてるので引き続きあのコミットさせていただいて2028年の売上1000億イビとダー300億に向けて進めていきたいというふうに思っておりますす、はい、早口でで恐縮ですが私からの,質問あのご説明は以上とさせていただきます。